どうもこんにちは、こんばんは。チャンネル登録者数1万人を目指す朗読チャンネルを運営している1万です。えー、本日もこのコーナーでは、えー、今日朗読していく作品を紹介していきたいと思います。えー、今日朗読する作品はですね、リリチャーーード・オースティン・フリーマンフマ作予防殺人です、えー、海外ものなので、えー、翻訳は瀬野明夫となっています。 でリチャード・オースティン・フリーマンはですね登場推理小説の創始者とされている方なんですねで登場推理小説っていうのがどういうものなのかというとあの犯人が犯罪を犯すところをちゃんと書いてで犯人が分かった状態で次の推理につなげていくっていうパターンの小説推理小説っていうことなんですねで日本だとあの 古畑忍三郎がとっても有名ですし海外でも「刑事コロンボ」がねえその手法で作られているとえ言われております。犯人が分かっている状態でどうやってえ推理していくのかっていうのを楽しむのが「登場推理小説」なのかなと思っております。で今回はですねえーこの予防殺人犯罪編と推理編に分かれていて今回はね犯罪編です。 まずは、えー、前半犯罪編をお送りしていいいきたいと思います、えー、それではリチャード・オースティン・フリーマン作「予防殺人犯罪編」どうぞお楽しみください。リチャード・オースティン・フリーマン。 予防殺人犯罪編良い酒を送ってくれと言ってそれに相当する金を送ってきた人に悪い酒を送る商人は面と向かって非難されても仕方がないどころかことによると法律上の罪人になるかもしれないそれは 道徳的に言って不愉快な同質者を避けるため一等切符を買って一人収まっている乗客のそばにその嫌がる同質者を押し付ける鉄道会社と同罪なのであるがもともとハーバード・スペンサーも指摘したように集団的良心というものは個人的良心より鉄面皮なものである。 ルーーファス・ペンベリーはそう考えた。彼がそう考えたのは記者がメイドストーン駅を発車しかけた時一人のそやなたくましそうな男が車掌に案内されて彼の部屋に入ってきたからであった彼がわざわざ高い料金を払ったのはクッションの柔らかい座席に座,席に座りたいからでなくてなるべく自分一人きりそれが不可能なら少なくも 感じのいい人と同室になりたかったからだところがその男が入ってきたためそれが2つともダメになったのである彼は憤慨したその男は彼の孤独の邪魔をしたばかりでなく実に傲慢無礼な態度をとった記者が動き始めるや否やじっと無遠慮な視線をペンベリーに注いで ポリネシアの人形のようにまばたきもせず見つめるのである彼は不愉快なばかりでなく頭が混乱してしまった次第に腹が立ってきたので座ったままもじもじ体を動かした紙入れを出して1つ2つの手紙を読んだり名刺を分けたりした傘を広げて目隠しにしようかとさえ思ったしまいには 辛抱しきれなくなくった頭が煮えくり返るほどだったついにたまりかねて彼はとげとげしく言ったそんなに俺の顔ばかりにらんでいたら今度出会ったとしても見損なう心配はないだろうねまた出会うのはまっぴらだが1万人の群衆の中だって君の顔を見損なう心配はないよ 顔を覚えることにかけちゃ俺は名人なんだから一度見た顔は忘れやせんあまりの言葉にペンベリーはドキッとしてそれは結構と言った顔を覚えるのが上手なのは都合のいいものだよ少なくも ポーランド刑務所の監視をしていた頃はそいつが役に立った。君だって俺を覚えているだろう。プラットだよ。君があそこにいる時監視の手伝いをしていた男だ。ポートランドは地獄みたいなところだった。だから前科者の顔を見るため町へ行く時には。 俺はとてももしかったものだ。あのころ留置場は君も覚えているだろうがホロウェイにあった後にはブリクストンに移ったけれど昔のことを考えながらプラットは言葉を切ったペンベリーは驚いて真っ青になり誰かと人違いをしてるんだよ。 会えようにひとちがいじゃないよきみはフランシス・ドブズだろう12ねんほどまえのばんにポートランドからにげだしたおとこだよきていたけいむしょのふくはそのあくるひにかいがんにながれついたどこへにげたかさっぱりわからない あんなにじょうずににげたのにおめにかかったのはおれもはじめてだったぜんかものがかりのところにはきみのしゃしんやしもんがほぞんしてあるはずだだからきみがぐずぐずいうんならあそこへいったらわかるよいく必つようはないよペンベリーのこえはよわよわしかった。 そそれはううだろうね。金がどっさりできてその金を有利な事業に投資したりしていちゃそんなところへ行くのを嫌がるのも無理はないだろう。ペンベリーはしばらく石のように押しだまって窓の外を見つめていたがふとプラットを振り返って「いくら出せばいいんだ」と聞いた。 1>, 1年に200ポンドぐらい出したって君はびくともしないんだろうプラットは落ち着いていたペンベリーはちょっと考えたあとで俺が金を持っているように見えるかねペンベリーとプラットは苦笑いしながら君のことは洗いざらい分かってござるんだ この半年ばかり、君の家のすぐそばに住んで観察しているんだから、鬼のようなやつだ。そう、そのとおりだ。刑務所を辞めると、黄金マン大将のうちの下男になって、ベースフォードの別荘にいるんだが、大将はめったにあそこへはやってこない。そして、俺がそこへ来るとすぐ、 君を見つけけたわけなんだが、俺の方じゃ今までわざと名乗らないでいたんだどうして名乗らないのかというとその間に君の財政状態を調べて年200ポンドぐらい出せるかどうか確かめたかったのだしばらく2人とも黙まっていた元監視をしていた男は言葉を続ける。 こんなことになったのも人の顔を覚えるのが上手なおかげなんだ同じ刑務所にいたジャック・エリスは2年も君を鼻の先に見ていながらまだ気づかないで嫌いがるそう言った後で口を滑らせたのを後悔するようにあいつはいつまでたったって君に気がつく心配はないよ と付け加えた。ジャック・エリスってどんな男ペンベリーは鋭く尋ねた今ベースフォード警察の臨時雇いでなんだかあそこの刑事の下働きみたいなことをやっているらしいんだちょうど君がいる頃ポーランド警察署に勤めていたんだが左手の人差し指を切断したので本球がついて 郷里のベースフォードへ帰ってきたのだ。向こうじゃ君を知らずにいるんだからちっとも心配することはないよ。君がしゃべったら知るだろう。むやみにしゃべらんよ。プラットは笑った。君がいいようにしてくれさえすればそんなことは心配する必要はない。それに。 俺はあいつと仲がよくないんだ。あいつがあまりしつこく別荘の女中を追っかけますのでね。かかーがあるのにさ。それでもう来てくれるなと言ってやった。それであいつが恨んでいるんだ。そうか。と言ってペンベリーは考えていたが。オーゴーマン大将ってどんな人 名前だけは知っているがそれは君だって名前ぐらいは知ってるはずだ。俺辞める前、ダートムーア刑務所にちょっといたんだが、その頃あの人が刑務所長をしていたんだ。あの人がポートランド刑務所長だったら、君だって逃げ出せやせんよ。どうしてあの人は、 ブラッドハウンド種の警察犬を使うのがうまいんだよ。ダートムアにいるとき警察犬を飼っていたので、あのころは一人の脱走者もなかった。警察犬がいると逃げようにも逃げられないんだよ。今でもそんなものを飼っているのペンベリーは聞いた。たくさん飼っている。そして、 近くに窃盗か人殺しがあったらそいつを使おうと思って毎日のように訓練しているんだが向こうがそれを知っているためかちっともそんな事件が起こらないんださて話が前に戻るが1年200ポンドはどうだろうね君の都合で年4回に分けてもいいんだがそんなことを言ったって すぐ返事ができるもんかしばらく考えさせてもらわなくちゃよしそんなら明日の晩ベースフォードへ帰るからね君だって丸一日考えたらいいだろうから明日の晩君のとこへ行くよいや俺が君の家へ行ったり君が俺を訪ねてきたりするのは危ないよほんとだ ブラッとは同意した。そんならこうしよう君も知っているだろうが別荘の前に並木道があるそして門営はいなくて夜以外はいつも門が開けっぱなしなんだ俺がベースフォードへ帰るのが6時半で駅から別荘まで15分かかるから君が7時に15分前 あの並木道で待つことにしたらどうだろうそれでいいだろうよししかし警察犬があの辺をウロウロしていたら困るよ心配ないよプラットは笑った大将はむやみに犬を離さないんだ毒の入ったソーセージでも食べさせられると困るから いつもは家の裏の犬小屋の中に入れてある。おお、スオンリーへ着いた。俺はここで喫煙者に乗り換えるからね。今の話をよく考えておいてくれ。さようなら。明日の7時に15分前、並木道だよ。それから行っとくが。 1> 第1回の分をその時持ってきてもらいたいんだ50ポンド小さい金でもいいし金貨でもいいわかったペンベリーは穏やかに答えたが頬は赤くほてり目は怒りに燃えていた元監視をしていた男はそれに気づいたのか社室を出てドアを閉めると 窓からのっそり威嚇的な顔をのぞけて「おいおい動物のペンベリー野郎俺だって相当な人間で抜かりはないぞだからずるい手を考えてつまらんいたずらをするのはよ意したがいいぜくれぐれもそれだけ言っておく」そう言って 頭を引っ込めた一人になるとペンベリーは考えたこの時彼はどんなことを考えただろうもしここに心霊術の対価がいるとしてその人がなくなったカードや指輪を探したりするようなつまらんことをやめて現在ペンベリーが考えていることをプラットに伝えたとしたらプラットはどんなに驚き どんなに心配するだろう長い間囚人を取り扱ってもプラットが見た囚人は刑務所内の囚人に限られていたその囚人がひとたび社会に出るとどんなになるかということまでは知らないのだ元看守だった男は元囚人だった男を見くびっていた ももととルーファス・ペンベリーという男はドブズというのは仮の名に過ぎなかった意志の強い利口な男だった利口だったからこそ最初は犯罪者の生活をしていたが一旦それに価値を認めなくなるとあっさり足を洗ってしまったポートランド沖を泳いでいる彼を拾い上げた牛を積んだ船は彼をアメリカの港へ連れて行った アメリカで合法的な商売をやって成功した彼は10年たってイギリスへ帰る時にはたくさんの資産を蓄えていたそれから彼はベイスフォードという小さい町の近くに住んでうるさい土地の人とはあまりつきあわず過去2年間静かに貯金で暮らしてきたのだっただからもしプラットという厄介な人物が近くに現れなかったら平穏無事な余生が遅れたはずで この男の出現のため形勢が一変して全てがぶっ壊されてしまったのであるプラットの言葉や態度にはどこかうなずけないものがあった彼の示唆したことには永久的な価値があるわけでもないしその約束にペンベリーを拘束するものがあるわけでもなかった彼が高価に売りつけようとするものは依然として彼の手に残って いつでも金に変変えええようと思えば変えられるのである金の代償にペンベリーに自由を与えると約束しながらその鍵はいつまでも自分が持っているつもりなのだ要するに「恐喝者として手際がさえていないのである」ルーファス・ペンベリーはこの男の話を聞いている最中でさえその辺の不手際をおかしく思った。 一度だって彼の言う通りにしようと考えたことはなかったプラットは「今の話をよく考えておいてくれ」と言ったが考える必要は最初からなかったというのは彼の心はすでに決まっていたからであるプラットが名乗りを上げた瞬間から彼の心は決まっていたようなものだ結論は簡単だった プラットのの現れる前の彼は平和で安全だった。プラットが現れてから彼の自由は脅かされこれからも絶えず脅かされるであろうだがプラットがいなくなれば平和と安全が元通り帰ってくるだからプラットを亡き者にせねばならぬ それは論理的な結論に違いなかった一人になったペンベリーは汽車の中でしきりに深い瞑想にふけったがその瞑想が年4回の支払いに関係したものでないことは言うまでもなかった彼は元看守だったプラットを亡き者にする方法のみを考え続けたところでこのルーファス・ペンベリーという男はどう猛な男では決してなかった 残酷でさえなかったただ主要目的のみを見つめてその他の感傷的な小さいことは無視するだけのゆとりを持っていたもし紅茶の上を蜂がうなって飛び回ったら彼はこれを叩き殺すだろうが決して素手では叩き殺さない蜂は攻撃の武器を持っているからむやみに触れるのは危険であるまず針で刺されることを警戒せねばならぬ プラットの場合もそれと同じである。彼は私腹を肥やすためにペンベリーの自由を脅かそうとしているそれは彼の勝手だがそのため彼は危険を犯さねばならぬその危険にペンベリーは責任を負う必要はないペンベリーの考えることはただ自分の安全の問題だけなのである ロンドンのチャーリング・クロス駅へ着いた彼は駅を出ていくプラットの後ろ姿を見極めた後でバキンガム街へ足を向けそこの物静かなホテルへ入った約束があったのであろう姿を見ると女支配人が彼の名を呼び挨拶して部屋の鍵を渡した「長くご滞在ですかペンベリーさん」女支配人は聞いたええ 明日の朝変わりますが、またすぐやってきます。話は別だが、このホテルに百科事典があったはずだが、あれはどこにあるんです？客間にございますよ。ご案内しましょうか。でもあなたご存知なのね。ペンベリーは客間の終わり場所を知っていた。2階の気持ち良い古風な部屋で、その窓から古風な街がよく見えた。 そこの小説謎のぎっしり詰まった本棚に何冊かの黒ずんだ「チェンバーズ百科事典」が並べてあったひょっこり田舎から出てきた紳士がその辞典の犬の項目を調べているのをもし誰かが見たとしたら不思議に思ったことであろうそしてその紳士が警察犬のことを調べさらに嗅覚のことを研究するのを見たら その人は一層驚きを深くしてキーに感じることであろうそしてその驚きはその紳士のその後の行動を見その行動の目的が邪魔になる人類の一単位を取り除くことにあるのを知ったならますます深くなるであろうペンベリーはカバンと傘を部屋に置いてホテルを出ると目的を抱く人の素早い足取りで ストランドの笠屋に入りそこで1本のトウのステッキを買ったトウのステッキを買うのに不思議はないかもしれないが彼の選んだのは特別に太いステッキだった俺は太いのが好きなんだそう彼は言ったでも旦那ぐらいの背の高さでしたらこんな太いのより店の男は反対したペンベリーは 背の低い痩せた男だったのである俺は太いのが好きなんだ適当な長さに切ってくれ先の石突きは自分でつけるからそのままにしといてくれその次の彼の買い物はその目的はよくわかるがあまり気のままなのでいささか意外の感を抱かせるそれはノルウェー製の大型ナイフだった 彼はその一つで満足せず第二の刃物店を訪れて第一のナイフと同じナイフを買ったどうして彼は同じナイフを二つ買うのだろうどうして同じ店で買わないのだろう誰が考えてもその理由はわからないのである買い物き違いのように彼は次から次と買い物をした三十分ほどの間に 安物のハンドバッグ画家の使う黒塗りのはけ箱三つ角のあるヤスリ三河の棒ルツボ用の一本の金属を曲げて物がつかめるようになった火箸などを買いあさったそれでも満足できないのか彼は小道の古い薬屋へ入って脱脂シュ麺とカワンガン酸カリを1オンス注文した 幼術師みたいな神秘な手つきで薬屋の亭主がそんなものを包むのをペンベリーは無関心な表情で見ていたがお宅には行ないでしょうね、と何気ない口ぶりで聞いた風呂を温めていた薬屋の亭主は顔を起こした今にも呪文でも唱えそうな顔だった本物の邪行はないですよ 大変高いかものですから。しかし邪行のエッセンスならございますよ。本物ほど強くはないでしょう。亭主はちょっと笑ってそれは本物とは違います。でも相当強いですよ。ご存じでしょうが動物性の香料は皆鋭くて長もちがします。 エッセンスをテーブルスプーンに1杯ほど聖ポール寺院の真ん中にぶちまいてごらんなさいあの辺一体半年ほどプンプンしますからそんなに強くなくてもいいんですよでは少しばかりもらいましょう瓶の外にくっつかないように気をつけてください人から頼まれたんだから私が邪行の匂いがしだしたら大変だ 承知しましまた薬屋の亭主は一音推理の空き瓶と小型のガラスの上歩と邪交エッセンスと書いた瓶を出してまた魔法使いのような動作を始めた液体を移し終わると瓶の外には少しもついていませんからご安心くださいこうしてゴムの栓をしとけば絶対に安全です ほほととんどど、病的と思われるほどペンベリーは邪のいを嫌った。亭主が魔法の一つの仕草のように狭い場所に退くと本当は釣り線を探すために退いたのだったが彼はカバンからはけ箱を出して蓋を開け恐る恐る火箸で邪行の瓶をつまんでそれをはけ箱に入れそれからその箱や火箸をカバンにしまい カウンターから2つの包みを取ってポケットに入れたそしてハーフクラウンの銀貨でどうか4枚の釣り線をもらうとまたシアン顔でストランドの大通りへ帰ったふと彼はあることを思いついたように立ち止まったそれから彼の買い物のうちで一番風変わりな買い物をするため きたの方へ方向を変えて歩き出したその買い物はセブンダイヤルのある店で行われたがそこにはカタツムリからアンゴーラ猫に至るまでのあらゆる動物が並べてあって檻の中のモルモットを見るとペンベリーは店に入って「死んだモルモットはないの?」と聞いた「おあいにくさま生きたのばかりです」。 そう言っあと店の男はにやりと笑ってでも生きたものでもいつでも死にますよペンベリーは嫌な顔をしたモルモットと恐喝者を一緒にされちゃ困るモルモットでなくていいから小さい死んだ動物はないネズミはいけませんか死んだのがありますがけさ死んだばかりですからまだ悪くはなっていないのですが じゃあ、ネズミをもらおうか。小さい死体の包みを受けるとそれをかばんに入れお愛想のような金を払ってペンベリーはホテルへ帰った簡単な昼食を済ますとまたホテルを出てこの旅行の本来の目的である商売上の相談に午後の大部分の時間を費やした夕食は料理店で済まして夜の10時になるまでホテルへ帰らなかった ホテルへ帰った彼は自分の部屋のドアに鍵をかけると服を脱いでベッドに入る前に何とも解釈のしようのない奇妙なことをしたまず買ってきたステッキの先の緩い石突きを抜き取ってその石突きの底に尖ったヤスリで穴を開けだんだんその穴を大きくしていってしまいには石突きの縁が残るだけくらいにしたのである。 それから彼はその穴に丸めた脱脂綿を詰めガスの火でにかわを溶かしてその綿の入ったままの石づきをステッキの先にくっつけたステッキの細工を済ました彼はノルウェー製のナイフの一つを取り出しその木の柄に塗ってある黄色いニスをきれいにヤスリで金繰り落としそれからナイフの刃を起こして包みの紐を切ってその中からネズミの死体を取り出し 尻尾をつまんで持ち上げて首から滴る血のしずくをナイフの上に落として指先で歯の両側や柄に丁寧に塗りつけた彼はナイフを紙の上に置いたまま静かに窓を開けた窓の下の暗いところから緩やかな円を描くような猫の鳴き声が聞こえた ペンベリーはその声のする方にネズミの死体と頭を放り投げまた窓を閉めたそれから包み紙のクズを暖炉で燃やし手を洗ってベッドに入った明くる朝になってからの彼の行動も同様に機械だった早めに朝食を済まして寝室へ帰った彼はドアに鍵をかけステッキの柄の方を下に向けて 化粧台の足にくくりつけた次にはけの入っている箱の蓋を開け火箸でつまんで蛇行の瓶を出し瓶の外に臭いがついているかどうかよく嗅いだ後でゴムの線を抜いたそれから細心の注意を払いながら瓶を傾けて数滴茶さじ半分のエッセンスをステッキの綿に垂らし込んだ。 綿が十分にエッセンスを吸い取ると今度はナイフの柄にエッセンスを一滴落としたナイフの柄もすぐ液体を吸い取ったそれがすぐと彼は窓を開けて外を見たすぐ下に小庭があってそこに2株ばかりの月桂樹が彼れもしないで枝を伸ばしていたネズミのムはどこにも見えなかった夜の間に消えてなくなったものと思われた 彼は手にしていた瓶を月桂樹の茂みに向かって投げつけそのあとからゴムの線を放り投げたその次に彼がしたことは化粧道具入れからワセリンのチューブを出しそれを少しばかり指先に絞り出したことであった彼はそのワセリンをはけ箱の要所要所に塗りつけて蓋をした時空気が漏れないようにした指のワセリンを拭き取ると火箸でナイフを持ち上げ はけ箱に入れてすぐ蓋を閉めたをめそれからにおいを消すためガスの火で火箸を焼いてその火箸とはけ箱をかばんに入れたそして石づきに手が触れぬよう用心しながらステッキのひもをとくと彼はそのステッキの中ほどのところを片手で握りその片方の手にかばんと化粧道具入れを下げてホテルを出た。 早朝の汽車に一等客は少ないので誰も犬ぬ客車を探すのに骨は折れなかった車掌が笛を吹くまでプラットフォームで立って待った車室に入るとドアを閉めステッキの先が外側の窓にのぞくように置いて汽車がベースフォード駅に着くまでそのステッキの位置を動かさなかった汽車を降りたペンベリーは化粧道具入れは駅に預け ステッキの真ん中を握って駅を出たベースフォードの町は駅の東半マイルほどのところにあった彼の家は駅の西1マイルほど離れたところにあったそしてオーオーマン大将の別荘は駅から彼の家へ行く道の中ほどのところにあっただからその別荘のことは彼はよく知っていたその別荘は農家を改造したもので 広々とした草原の一端にあって大道からちょっと300ヤードばかり引っ込んでいるが大道からそこまで古い大木の並木道が通じているそして大道からその並木道に折れるところは大きな鉄門が立っているがそれはほんの装飾のようなもので門の両側に囲いがないので付近の原っぱや畑から自由に並木道に出入りでき 現にその並木道の中ほどのところを人が踏みつけてできたらしい小道が横切っているほどなのであるペンベリーはその小道から並木道へ入ることにした踏み台があって乗り越えることができるようになった低い囲いを越す時にはそこに立ち止まって辺りを見回した間もなく前に小道を横切る並木道が見えだした 二本の立ち木の間を抜けてその並木道に入るとまた立ち止まって長い間辺りを見たり耳を澄ましたりしたかすかにはずれの音がするだけで他には何の物音もしなかった人影も見えなかったプラットが旅行するくらいだから大将も留守なのだろう探るような目つきでペンベリーは近くの並木を一本ずつ見た 今彼がその間を通って並木道へ出たその2本の木というのは1本がニレ1本が柏の大木だったがその柏の大木は凸凹の大きな幹が地上7フィートのところから3つの枝に分かれてそのいずれもが普通の木ぐらいの太さでその一番太いのは湾曲して道の上に覆いかぶさっていた。 その柏の大木にペンベリーは特別の注意を払ってぐるりとその根元を一回りしたあとでそばにカバンとステッキを置いたステッキは先が上になるようにカバンに立てかけたそれから彼は幹のでこぼこを頼りに幹が3つの枝に分かれているところまで登ったがこの時鉄門の開く音がして誰かが並木道に入ってきた。 慌てて彼は木から飛び降りカバンとステッキを手にして幹の陰に身を潜めた見つけられたら大変だそう心につぶやきながら彼はぴったり大木の幹に寄り添って顔をのぞけて鉄門の方を見た人影が近くなると彼は体の位置を変えて見られないように用心したやがて足音が間近になって柏の木の前を通り抜けると 彼はそそっと顔をを出してその後ろ姿を見た。郵便配達夫だったなんだと思ったが顔見知りの配達夫だったので見つけられなかったのはやはり幸運に違いなかったこの柏の木は彼の要求を満足させなかったのかまた並木道の真ん中に立って右や左を眺め出したニレの向こうに刈り込んだ保温ビームが見えた。 風変わりな奇妙な木で幹がラッパのように上になるほど太くなりその太くなった頂から無数の小枝が怪物の手のように八方に広がっていた一目で彼はその木を適当と認めたが帰りの配達婦が楽しげに口笛を吹きながら足早に通ったのでその間また柏の木に体をくっつけて待ったひっそりとなると かはのをべて、その木に近づいたその木の幹の頂は高さが6フィートあるかないかぐらいだったので手を伸ばしてみたらすぐ手が届いた彼はステッキを幹に立てかけこの時は石づきを下にしてかばんからはけ箱を出してふたを開け火箸でその中からナイフをつまみ出して火箸もナイフも両方とも 下から見えぬ幹の頂に置いたそれから彼ははけ箱をカバンに入れたがふと思いついたようにそれを嗅いでみたら嫌な臭いがしたので幹の頂に放り投げた箱は音を立てて枝と枝との間の幹の頂に落ちた彼はカバンを閉めるとステッキの柄の方を持ち静かに来た時の道を歩いて ニレと柏との間から並木道を抜け出した彼は異様な歩き方をした歩き方が呪いばかりではなかった歩きながらステッキをひこずり56歩歩くと立ち止まって強くステッキを土地に押しつけるのであるはたから見ていたら何か瞑想にふけりながら歩いている人としか見えなかったそんな歩き方をしながらをしながら 彼は野原を横切った。大道へ帰ろうとはしなかったやがて小さい細道へ出たその細道をしばらく行くと大道があるその細道が大道に落ち合うすぐ向こうに警察署があった小さい警察署なので近くの農家と見分けがつかないほどだったがドアを開け離してあってランプがあって外に掲示板があるので。 よく見れば警察といととうことがわかる。ペンベリーはステッキを引きずって大道を横切り警察署の入り口にステッキの先を当った,たままその掲示を読んだドアが開いているので中がよく見えた一人の男がデスクに向かって何か書いていたその男はこちらに背を向けていたが動く表紙にその左手が見えた左手の人さし指がなかった 元ポーランド刑務所に勤めていたジャック・エリスに違いなかったそのうちその男が横へ向いたので顔がよく見えたペンベリーはベイスフォードからソープ村へ通じる道路でよくこの男に出会ったしかもそれがいつも同じ時刻だったつまりこの男は毎日ソープ村へ行っているのだ報告を受けるため交番を巡るのかもしれない 行くのは3時から4時までの間帰るのは7時から7時15分の間だったペンベリーは時計を見た3時15分だったそっと警察署の建物から離れステッキの真ん中を握ってゆっくりした足取りで西のソープ村の方向へ歩き出したしばらく額に当惑したような深いシワを寄せてしきりに考え込んでいるような様子だったが 間もなく晴れ晴れとした目つきになって今までより歩道を早めて歩き出したそして生垣の壊れたところを見つけるとそこから道を離れて野原に入り今までと同じ方向に歩きながら豚皮の小さい財布を取り出し大部分の金を抜き取って数シリングの金だけ残し金貨や紙幣を入れるためにできている財布のポケットのようなところへステッキの先を突き刺した。 そして、財布ををくっっつけたたステッキの中央を握ったま,ま、ま緩やかに歩き続けた。やがて大道がくの字なりに曲がったところまで来ると彼はそこに腰を下ろしたがその位置からは今まで歩いてきたところがよく見通せたしまたちょうど生垣が壊れて隙間ができていたので大道を通行する人からはこちらを見られずに安心して通行人を見ることができた。 も通行人といったところがまれにしかその道路を通る人はなかったのである15分たったぼつぼつ彼は不安を感じ始めた自分の見込みに狂いがあるのではあるまいかエリスは毎日通るのではなくて時々しか通らないのではあるまいかもしそうだとすると差し迫った危険はないにせよちょっと厄介なことになる そんなことを考えていたら大股に一人の男が大道を歩いてきた彼の目に誤りはなかったそれはエリスに違いなかっただがこの時反対の方向からまた一人の男が歩いてきだした労働者風の男だった彼は位置を変えようかと考えただがよく見たら労働者の方が先に通ることが分かった 彼は待った。まもなく労働者は生け垣の壊れた隙間の前を通り過ぎたその時ちょっとエリスは曲がり角に差し掛かって見えなくなったそのエリスの見えない瞬間を利用しペンベリーは生け垣の隙間から財布を先にくっつけたステッキをのぞけ財布を振り落としてステッキの先でついてその財布が道路の真ん中になるようにした。 それからまた生垣のそばにしゃがみ息を殺してエリスの来るのを待ったやがて何も知らぬエリスが悠々とした足取りで通りかかったペンベリーは邪魔になる小枝を払って瞳を凝らして見入ったエリスは財布に気がつくだろうか小さいものなので見落とさなければいいが旗と足音がやんだ 立ち止まってエリスは財布を拾ったそれから中を改めてズボンのポケットに押し込んだペンベリーはほっとしたそしてエリスの後ろ姿が道を曲がって見えなくなると生垣を離れて急いで歩き出した生垣の壊れた場所のそばの方々に麦わらを積み重ねてあったそそのそばを通った彼は、 あることをいいついた。麦わらの山にステッキを突き刺しそばにあった棒を拾ってきてその棒でステッキの絵を押して見えなくしてしまったのであるステッキを始末するとあとに残るのは空のカバン一つだけであるまだ化粧道具入れが残っているがそれは駅に預けである彼は空のカバンを開けて中を嗅いでみた。 何のにおいもしなかったがそれでも始末するに越したことはないと思った生け垣の隙間から道へ出ると1台の荷車が何か袋に入れたものをたくさん積んで通りかかった荷車の後ろのかこい板は立ててなかった彼は辺りを見回し急いで荷車に追いついてそのカバンを車の後ろに乗せそれから急いで駅へ行って化粧道具入れを受け取った。 家に帰るとすぐ寝室に入りベルを押して家政婦を呼びいつもより多めの食事の用意を言いつけそれから服はもとよりシャツネクタイ靴下まですっかり脱いでしまってトランクに入れたそのトランクは大量のナフタリンとともに夏物が入れてあった彼は化粧道具入れからカマンガン酸カリの包みを出し隣の浴室へ行ってその薬剤を浴槽に入れ 水水道の線ををひねって水を入れた桃色の水が浴槽いっぱいになると彼は全身をその水に浸して頭の髪まで丁寧に洗ったそれから浴槽の水を捨て新たに水を入れて体をすすぎタオルで拭いて乾かした次に満腹するまで食事をし食事が済むとソファーに寝そべって約束の時間が来るのを待った 食事が済むとソファーに寝そべって約束の時間が来るのを待った6時半になる頃の彼は停車場前のたった一つの街灯が遠くから見えるような場所をうろついていたまもなく汽車の止まる音がしてどやどや乗客たちが駅から出てきたがそのうちの一人は他の者と離れソープ村へ行く道に入ったその男が プラットであることは、ほのぐらい街灯の光ですぐわかったが、靴音高く踏み鳴らして、張り切って約束の場所へ向かうらしかった。ペンベリーは目に頼るよりも主に耳に頼るようにして、向こうに悟られないように尾行した。プラットは鉄門の方へ行くらしかった。ペンベリーは囲いを乗り越え、急ぎ足で暗い草原を横切った。 真っ暗い並木道へ出ると彼は一番にホーンビームの木の上に手を伸ばして探ってみた火箸が手に触れた安心した彼は手を引っ込めて静かに並木道を歩いた木の上にあるのと同じナイフの刃を起こし上着の内側のポケットの中でその柄を握りしめていた陰気な音を立てて鉄門が開き だだんだん靴の鳴る音が近づいた闇の中に黒い人影が現れると静かにその方へ近寄って「プラットか?」と聞いた「そうだよ」快活なプラットの声だった間近になると「金を持ってきた」と聞いた無礼でなれなれしい彼の態度が ペンベリーの決心を一層強いものにした持ってきたよしかしその前に話を決めたいんだが無駄口を聞いてる暇はないすぐ大将が帰ってくるピンクフィールドへ友人と一緒に馬を乗りに行ったのだ早く金をくれ話は今度にしようよしわかったしかしね君急にペンベリーは立ち止まった そのふたりはホーンビームの木のそばまで来ていたペンベリーは闇の中でその木をあおいだどうしたのプラットは聞いた何を見てるんだ彼も立ち止まって木を見上げたとっさにペンベリーはナイフをふり上げ全身の力をこめて 元監修をしていた男の左の肩甲骨の下を後ろから刺した刺されたプラットは恐ろしい悲鳴を上げて振り向きペンベリーにしがみついた彼はペンベリーより大きくもあるし力も強かったので格闘の段になるとペンベリーは彼の敵ではなくすぐ喉を締めつけられてしまっただがペンベリーも一生懸命だった2人がしがみついたまま 押したり押されたりしているうちペンベリーがまた12度続けざまにナイフで刺したのでプラットの声は次第にかすれてかすかになったそれから2人は組み合ったままドサンと勢いよく倒れたが下になったのはペンベリーだっただが倒れた時にはすでに勝負はついていたプラットは泡立つような最後のうなり声を上げ それからペンベリーをつかんでいた指を緩めてぐったりとなった彼を押しのけて立ち上がったペンベリーはブルブル震えながら喉をヒいヒい鳴らしていただがそれだからといって彼は時間を無駄にはしなかった案外格闘が大きな音や声を立てたので急がねばならなかった木のそばによって火箸を探った その火箸でナイフをつかんで木から下ろしてそのナイフを死体から23フィート離れた位置に置いたそれからまた木に近づいて火箸を元のところへ隠したこの時並木道の外れの別荘の方から鋭い女の声が聞こえたプラットさんなのペンベリーはひやりとしたすぐつま先で歩いて死体に近づいた 死体にナイフが突き刺さっているのでそれだけはどうしても取らなければならなかった死体は上向きになっていたナイフは死体の下にあって柄のところまで刺さっていた死体を動かすのには両手を使わなければならなかったしナイフもそうやすやすとは抜けなかった同じ言葉を繰り返す女の声はだんだん近くなったようやくナイフを抜き取ると それを内側のポケットに入れた。死体を離して激しい息遣いをしながら立ち上がった。プラットさん、どこなの？声があまり近いのでびっくりした。その方に顔を向けると木々の間にちらっと明かりが見えた。その時鉄門の開く音がして馬の蹄めの音が聞こえた。 すっかり慌ててしまってしばらくは身動きすることさえできなかった馬が現れようとは思わなかった馬で追っかけられたらソープへ行く道の途中で追いつかれるに決まっている追いつかれたらそれまでだ服に血がついているし手も血でズルズルしていたポケットの中のナイフが汚れていることは言うまでもなかっただが彼の当枠はすぐ消えた のののの柏の大木のことを思い出したのである。すぐその木のそばへ走って行きなるべく血がつかぬように用心しながら枝のあるところまで登った道の上へ水平に伸びている枝は直径が3フィートもあっただからその上に横になってなるべく姿勢を小さくしていれば下から見つけられる心配はなかった彼が枝の上に身を潜めると 向こうから一人の女が馬屋のカンテラを持って接近してきたそしてそれと同時に反対の方向から明るい光が差してきた馬上の男は自転車の男を同伴しているらしい「同うかしたのミシズ・パートン」と馬の上から男の声がしたちょうどその時自転車のランプが 道に横たた。わる死体を照らし2人の男は同時にそれを見て声を立てた女も悲鳴を上げた馬上の男は馬から飛び降りそばに駆け寄って「なんだプラットじゃないか!」と言ったが明るい自転車の光で血の海を見ると「これは殺されたんだよハンフォード」。 ハンフォードは自転車のランプをとって死体のあちこちや付近の道路を照らしてみていたが「オーゴーマン君の後ろにあるのは何ナイフじゃないか?」と言ってその方へ歩きかけた「手をつけちゃいかん俺が犬を連れてくる犬にかがさればすぐわかるまるで向こうから犬を持っているところへ飛び込んできたようなものだ」大将はしばらく、 得意げと言いたいような目つきでナイフを見ていたが友人を顧みてハンフォード君は大至急自転車で警察へ知らせに行ってくれ1マイルもないんだから15分もあれば行けるよそして巡査に来てくれというか一緒に連れてくるかするんだ俺は野原を探してみる探しても君が帰ってくるまでにわからなかったら犬にこのナイフを嗅がせることにしようよし ただそれだけ言って、ハンフォードは自転車にまたがり、闇の中に姿を消した。ミシズ・パートン、ナイフの番をしていてくれ。俺が野原から帰るまで、誰にもそれに手を触れさせちゃいかんよ。オー,ゴーマンは言った。プレットさんはもうダメなんですか、旦那様。ミシズ・パートンはおろおろ声だった。それには気がつかなかった。 お前、よく見てくれしかし匂いがつくから誰にもそのナイフに手をつけさせちゃいかんよそう言い捨てて彼は馬にまたがりソープ村の方へ向かって暗い野原に馬を飛ばせた次第に遠くなるひずめの音を聞きながらペンベリーは逃げないでよかったと思った彼が逃げようと思った方向もそちらであっただから逃げていたら追いつかれるところだった 大将が立ち去るとパートン夫人は恐る恐る左右を振り向き死体のそばへ寄ってカンテラで死人の顔を照らしただが急に身いして立ち上がった並木道の向こうから足音がしたからであった間もなく聞き慣れた声がしたので安心したどうかしたの、ミシスパートンそれは別荘の女中の一人で 年長のパートン夫人を探しに来たのだった。女中は若い男と一緒だった。二人ともカンテラの光の届くところへ歩み寄った。うわこれは誰男が聞いた。ブラッドさんよ、誰かに殺されたらしいの。パートン夫人は答えた。女中は悲鳴をあげた。女中と下男は、 つま先で歩くような格好で死体に近寄って恐ろしそうな顔でそれを見た。下男がナイフに近寄りかけると。そばに寄っちゃだめ、旦那様が今いいのに活がせるんだから。旦那様がいらっしゃるの？そう、下男が聞くとそれに答えるように野原から馬を飛ばす。音がして、それがだんだんまじかになった。黄金マンは？ 三人の召使いが死体を取り巻いているのを見ると、手綱を絞って、死んでいるか、ミシス・パートン。と聞いた。そうらしいうございます、旦那様。そんなら、誰か医者を呼んできてくれ。しかし、ベイリーは行かないで、犬を連れ出して、並木道の端のところで、俺が呼ぶまで待っていてくれ。また彼は野原に馬を乗り入れ、 ベイリーが犬を連れ出すため家へ帰ると後に残った2人の女中は死体を囲んでひそひそ話し始めた木の上のペンベリーは窮屈だった窮屈で身動きもできなかったそれどころか息をすることすら心配なほどだったというのは下の女との距離が12ヤードぐらいしかなかったからであるだから ベイスフォード方面から一軍の人々が明かりをかたしてくるのを見た時には心配でもあったがむしろホッとした気持ちでもあったその一軍の人々はしばらく並木の影になって見えなかったが間もなく投影を木の幹に移しながら接近してきたそれは戦国のハンフォードと警部と警部補の3人で3人とも自転車だった彼らが到着すると同時に めを轟かして大将が帰ってきたがっき彼は馬を止めるとエリスも来ましたかと聞いたいやあれは今夜はいつもより遅くてまだソープから帰ってきてません医者に知らせましたかドクターヒルスを呼びにやりました警部は自転車を柏の木に立てかけながら答えたぷんとペンベリーの鼻にランプのにおいが来た プラットは死んでいますかそうらしいです。大ー,ーマンの声だった。しかし、そんなことは医者に任すことにしましょう。あそこにナイフがあるんです。まだ誰も触っていません。これから犬にかがしてみようと思うんです。それは面白いでしょう。まだ犯人は遠くへ逃げちゃいませんよ。そう言って警部は。 満足そうに両手をオウゴーマンは家の方へ馬を飛ばせたそれから1分間とたたないうち闇の中からものすごい犬の鳴き声や砂利を踏む靴の音が聞こえそれから間もなくたくましげな足をした毒々しいほっそりした3匹の犬が死体のそばに現れた革ひもを持つ2人の男は引きずられるような格好だった 警部さん、大将は叫んだあなたも1匹持ってください私は2匹は持てぬ警部は駆け寄って大将の手から革ひもの一つを受け取った大将は犬にナイフを嗅がせた木の上のペンベリーは無関心と言っていいほどの落ち着きでその大きな動物を珍しげに見た額にシワを寄せた動物は ナイフのそばによると今まで高く持ち上げていた頭を低くして憂鬱な目つきでにおいを嗅いだ長い間犬はナイフを嗅いでいたしばらくすると鼻を低くして付近の土地を嗅ぎ始めたと思うと急に頭をもたげて一声高く吠えそれからまた鼻を低くしてかしわの木とニレの木との間を抜け 大将を引きずるようにして歩き出したその次に警部が犬にナイフをかがせるとその犬も前の犬の跡を追い出したベイリーは第三の犬にナイフをかがせながら感心したように見ている警部補に言った犬の鼻は確かなもんですよ一度だって間違えるようなことはありませんからな見とってごらんなさいそこまで言うと言葉を切った 犬が激しく皮ひもを引っ張って前の犬と同じ方向へ進み出したからであったハンフォードもその後に着いた警部補はそっとナイフのひもをつける缶のところをつまんで持ち上げ丁寧に紙で包んでポケットに入れ他のもの後のを追って野原に出たペンベリーは闇の中で笑った思いもうけぬ出来事が次々と続きながら とにかくことは計画どおり進行しつつあるただ女中がどこかへ行ってくれればその間に逃げ出せるのだが時々吠える犬の声は次第に遠くなったそれにしても医者は何をしているのだ早く来てくれればいいのに生きるか死ぬかの場合ではないか責任観念がないのだろうかふと彼の耳に 自転車ののベルの音が響いてきた。まもなく並木道に新手の自転車の明かりが見え悲劇の現場に止まると小柄の年配の紳士が降りて自転車を女中パートン夫人に持たせて死体のそばにしゃがんだ彼は死人の手を握ってみまぶたをひっくり返してマッチの火を突きつけてみると立ち上がって「これは大変だすっかり死んでいますよ」 あなた方二人は頭のほうを思ってください私が足を持ちますとにかく家へ運ばなくちゃペンベリーの目は三人が死体を運んで並木道を遠のくのを見た彼の耳はよろめくような彼らの足音が次第にかすかになり最後に別荘のドアの閉まる音を聞いたそれでもなお彼は耳を澄ましていたはるかなところから 時々犬のほかには何も聞こえなかったしばらくすると医者が自転車を取りに来るだろうそれまではひとっこ一人いないわけだペンベリーは硬くなった体を起こした木の幹に当てていた両手はこわばってぬれていた急いで木から降りてまたしばらく耳を澄ました そこに置いてあるランプの光を避けて遠回りして並木道を横切りソープ村へ向かう草原へ出たあたりは真っ暗で何も動いていなかった急ぎ足に草原を横切りながら時々立ち止まって闇を透かしてみたり聞き耳を立ててみたりしただがどこもひっそりとして犬の遠ぼえより他には何も耳に入らなかった。 彼の家のそばに深い小川があってそこに木の橋がかかっているのを思い出した自分の風鎖が異様であることは分かっていたので彼はその小川へ足を向けた小川の淵へ来るとひざまずいて手や手首を洗っただがしゃがんだ拍子にポケットに入れていたナイフが流れに落ちたのでそれを探って拾い上げ泥の中にできるだけ深く差し込んだ それからまた水草で手をぬぐい橋を渡って家の方へ歩いた家のそばまで来ると裏手に回ってみた家政婦が台所で働いていたので安心した彼は静かに玄関のドアを鍵で開けてすぐ2階の寝室に入った寝室に入った彼は隣の浴室ですっかり汚れを洗い落としたそこでは 汚れた水を自由に捨てることができた新しい服に着替えて今まで着ていた服はトランクにしまったすっかり後始末をすると夕食を知らせるドラが聞こえてきた食堂に座った時の彼は折り目正しい服装で落ち着いた快活な紳士になっていたロンドンの用事が片付かないのでまた明日行かなくちゃならん。 家政婦は聞いた帰るつもりだがことによると帰らないかもしらん仕事が済めば帰れるのだがその仕事がどんなものであるか彼の方で言いもしなければ家政婦の方でも聞きもしなかったペンベリーはそんなむやみにしゃべる男ではなかった彼は用心深い男だった そして用心深い男はむやみにしゃべらないものなのである。